西村ジョイ株式会社は、香川県を中心にホームセンターを展開する企業である。山形県山形市の同業者、ジョイとは、資本、人材を含め一切無関係である。県下に、本格的ホームセンターがない時代の1976年、高松市高松町に、西村木材株式会社のジョイ事業部の第1号店として、高松店がオープンした。当時は、 店舗名も単純にジョイだった。事業は徐々に拡大し、店舗数も増加。後に独立した株式会社となった。また、西村グループ統一 CI と新ロゴマーク導入時に店舗名を西村ジョイに統一した。2011年1月現在、香川県に7店舗、広島県に2店舗、愛媛県、山口県に各1店舗の計11店舗を持つ。 丸亀店、ヤギ店は、超大型店舗、メガホームセンター、さらに本社に隣接する成合店及び、ヤシマ店は超大型店舗、スーパーメガホームセンターとしている。ヤシマ店は2005年11月に閉店した大栄、ヤシマ店後に2007年4月19日に開店、中止国際大級のホームセンターとなった。これに伴い、かつての本店である、高松店は、 同年3月12日に閉鎖された。また、境出店も八島店に統合される形で3月22日に閉鎖された。長らく県外進出には消極的だったが、愛媛県松山市に本社のある大気の三木町進出などもあり、同社も松山市と広島県に進出した。自社発行のクレジットカード兼ポイントカード。審査を通過すれば、 翌月一回払いのクレジット払いが利用できる。審査を通過しない、またはクレジットを希望しない、学生の場合は、現金ポイントカードとして、現金支払いでも、通常買い上げ額200円ごとに1ポイント、500ポイントで500円の値引き券が発行される仕組み。県内でも、かなり早い時期にポイントカードサービスを始めた企業の一つである。2008年3月に、 制度改正があり、既存のデカードは現金専用ポイントカードとなり、クレジット機能は使えなくなった。新たに、オリエントコーポレーションと提携したクレジット機能付きカードが発行された。元々が木材卸売会社の新規事業からスタートしたこともあり、木材の品揃えに注力している。加工機械を販売するだけでなく、それほど加工器具を使う。 必要のない顧客向けに木材の加工サービスを行っている。ありがとうございます。